項目の選択が完了したら OK ボタンをクリックします。基本情報選択画面に戻ります。試験地の入力、測定情報入力画面で OK ボタンをクリックし、各荷重ごとに左右の沈下量を入力します。荷重ごとの沈下量を入力することでグラフが自動的に作図されます。グラフの横軸、沈下量最大値を変更することができます。グラフ右下の沈下量最大値の上矢印ボタンまたは下矢印ボタンをクリックします。グラフの横軸メモリを変更し、グラフの調整を行うことができます。